ちさん、アイスありがとう。アイスのギフトが増えたんですか？私が知らないうちに、私が知らないうちにアイスのギフトがあるなんて。早速始めていくよ急にお久しぶり。2日ぶり配信するの、え、4日ぶりぐらいじゃない、わかんないけど。あ、今チーク、ケビンさんハートありがとう。ヤマチさん食べて食べてありがとう。食べて、タキューピーさん食べてありがとう。ツノさんバラありがとう。あ、でも抽選会、抽選会もあったね、確かに。私たちチーク、タキューピーさんかわいいありがとう。ケビンさんかわいいありがとう。今からお出かけではなくって、あのコカーさんと19時からあれなんですよ、あの19時からあの なんだっけあの PR 部隊さんの PR 部隊さんのあの実況配信をするので、それに向けてメイクを進めていきますいっちゃんかわいいありがとう。ケビンさんもかわいいありがとう。ミアティさん、四つ葉さんありがとう。四つ葉ミスユー、僕はこんにちは。今日はですね、でも午前中はお休みで、結構 のんびりというかせかせか過ごしてせかせか過ごしてたんです。すごい、皆さんは多分きっとあれですよね、あの皆さんはあれですよね、お仕事中とかですよね、きっと。急に配信をしてよかったですか、皆さん。社内配信って感じですかね。たっきょんハートありがとう。私靴下屋さんしてる今。私今日買った靴下屋さんの靴下、靴下、靴下屋さんです。私気になった靴下があればぜひお申せ、お申し付けくださいませ。たっきゅんハートありがとう。ストシンさん、ペンギンありがとう。イーさん、アイスありがとう。たっきゅんハートありがとう。食べてもありがとう。そう、これはこれ普通になんかブラウスみたいな感じです、ワンピースじゃないけど。ウヤキーさんかわいいありがとう。ナベさんレインボースターありがとう。ケビンさんアイスありがとう。朝か昼かって、そうメールで書いたけどこっちの昼でした朝本当はしようと思ったけど、結局バタバタしてもう家を出る時間になっちゃって、そうなのでできませんでした。最高、私聞いてくださいよ。ああ皆さん聞いてくださいよ。皆さん多分惚れ直しちゃうと思います。皆さん授業中、ハリーさんハートありがとう。みんなが私のこと惚れ直しちゃうかもしれない。それがあのなんと早ね、早起きウィーク、早ね早起き習慣をつけるのが今なんと5日目です。5日目、やばくないですか。5日間も私が続いてるって考えてみてくださいよ。やばくないですか。これ以上惚れていいんですよ、いいんですよ。
とそうそうなの、続いてるの。そうなんです。なんと私がアイシャドウ買った。このアイシャドウ最近重宝しすぎてる。え、すごいよね。え、もう私ほんとびっくりで、なんか喜びが絶えません。あれ、あのアイシャドウどこ。いつも使ってる僕のセザンヌのアイシャドウがない。そうそう、私本気、早起きはねほんと3本の得だと思うの。まず一つ目が夜な、悩み事が消えたの悩み事、まあ、悩むことはあるけど夜もう寝てるから、なんかさ悩むことってさ大体夜するじゃん。でも、 もう夜は悩む前に寝てるから、そう大丈夫になったの。チェラさんハートありがとう。そう、これからココアさんとの PR 舞台さんの実況なので、皆さん19時から見てくださいね。そのためにメイクを始めました今習慣づけることね大事。かわちい、おでこ出した方がいいかなそう、ふうさんハートありがとう。うん、結構私的、あ、ごめんなさい皆さん、結構私的にはすごい嬉しいことで、そう夜悩んじゃうよね、わかるよね。好き好き大好きさん、アイスありがとうありがとうございます。可愛いおでこは出さないと意味ないよ、字はみんなに言っとこう文ちゃんハートありがとう。水眼スピリットさんお疲れありがとう。とうとうさんレインボースターありがとう。おー、今朝はなんと歯医者さんに行きました。歯医者さん優しいおじさん、おじいちゃんだった。すっごい優しい人だったよ。孫のように慕ってくれた。おじいちゃんって呼んじゃった。おじいちゃんありがとうそんなことしてないから安心してくださいね。先生ってちゃんと何とも呼んでないから安心して。そう、え、歯医者さん行ったの。私は歯医者さんで奥歯を、梅昆布でかけた奥歯を見てもらいました。やばいね。でも最近なんか先輩にお悩みを相談するようにしてる。そう、あ、なんか気づくことあります？皆さん、ちょっとなんだ今の顔は。別に何も気づかれなくていいんですけど。え、なんでわかったの？え、なんでわかったの？可愛さが爆発味は。なんか分かってくれた人が一人いた。そう、眉毛が私、皆さん眉毛の色を明るくする眉マスカラって知ってますか？それが1年、本当ここを
ST48 に入ってからちょっとほんと暗い色をずっと使ってて、それが最近になってなくなって、そして新しい眉マスカラを買って明るい色、明るい色にチャレンジし始めました。これは結構私にとって素晴らしいことです。ガチメイクの時使う？マジ？でも確かに私もそうかも。手抜いた時の メイクでは眉毛描かない手抜いてるときは名前眉毛なんて乾かない。うちの嫁が毎日可愛いよ。のろけてる。イエス。ほんと？テイカーさん、ハートありがとう。眉毛も黒くないといけないの？やっほー。皆さんの愛で私はもっと可愛くなります。痛いね。皆さん、着々と9月12日が迫ってきてるから、どう思います？皆さんの気持ちは聞きたい。皆さんの気持ちが聞きたいんですけど、皆さん9月12日912が着々と、912の広島サンプラザホールが着々と近づいていますが、皆さん的にはどうですか？いっちゃんバラありがとう。楽しみ。必ず来てくれる。あと4ヶ月。そう、あーやばい、夜泣きが始まった。まだまだ先じゃん。嘘。まあ人それぞれ考え方ってありますよね。私にとってはもう4ヶ月なのって感じです。あと4ヶ月で912の912って感じかな。ちょっと今のは狂ってるかな。クレイジー。なななな、やばいね。ふう、右肩上がりって感じかな。そう、でもその前に2期研究生として初めてのツアーじゃないですか。真夏の瀬戸内ツアー。ちょっと真夏のつけてちょっと申し訳ないな。なんか真夏だよね。真夏でもないか。あれは真夏じゃない。初夏でもないか。ってなんやろ。やばい、目がドライアイだよ。ちょっとすごいね今の。ライブデビュー、おー、ライブデビュー楽しみじゃん。それは、そう、あと4ヶ月で本当に来ちゃうんですね。ピーヨコちゃん、ハートありがとう。
リコチが生まれたの木曜日？何曜日？つわねマジ。嫁元気よ。お嫁ちゃん、なんかツアーって本当にあるんだってすごい緊張してます。2002年の3月29日は金曜日。あら金曜日だったのね。伊藤博さんハートありがとう。エドモンドさんかわいいありがとうねえ、たくさんアピールして行くわ。わ、前髪リータが結構な前髪リータだわ。空風吹いたかなみたいな空風吹きましたかなって感じだから、こっちに分けるね次は。ボウパンパンパン。ねえ、ちゃんと私たちがツアーでさ、もっともっと2期生みんなの力がついて昇格していくんだと思うと、本当にツアーが楽しみで楽しみで、もっとチームグループとしての団結力が上がって、すごいグループになっていくんだって考えたら本当楽しみだし、ちょっとカウントダウンしようかなって考えてるよ。もう4ヶ月前から4ヶ月前からカウントダウン TV でもしようかなって思ってるんだけど、どう？それはみんなでやりたいからみんなでやろう。ママカウントダウンはまだ早い。じゃあメールでし始めよう。そうじゃん、私にはメールがあるし配信もあるから両方でやればいいんだ。912が334ぐらい。じゃあみんな912になったら912ってツイートしていかん、みんなで912334みたいな感じで。それどう思う、みんな的には。リコチファミリーのみんなはどう。9時12分になったら912ってツイートしていくのどう、みんながみんながまあそれは3、3、1、2、3、3、3、4みたいな感じで。皆さん334って知ってます？私も知らなかったから調べたんです。 How are you? I'm really fine but I'm sleepy a little bit。そう、3時34分に334ってツイートする人いるじゃないですか。それが何の意味なんだろうと思ってて調べたら、なんかみたいな。すごいケバケバになったね、さっきまでのケバくないリコちゃんはどこへ。あ、意味じゃない、いい意味じゃないんだ。あ、そうなんだ、ごめん、ざわざわしちゃうんだ。それはダメだね。あ、よくないんだ。あれはみんな楽しんでやってるのかと思ってた。じゃあ912ってツイートしますね。私はできないけど、ちなみに私は
まあまあまあ、じゃあやめときましょう。不問がね、広がったら、ストーチで不問が広がったら危ないので、今の話はなしにしましょう。おお、もうおしまいもうメイク終わった、もうおしまいなんだけど波紋すごいね、まつげバチッコリーじゃん。残り100日だ。ねえねえ、じゃあ私の、でも私のメールでカウントダウン TV しても、あ、波紋が広がるか。みんなありがとう、日本語教えてくれて。そうだよ、私のメイク5分で終わる。手抜きだったら、手抜いてない時は15分、20分で終わった、もしかしてこのメイク。そしたらちょっと違うね、それ嘘ついたってなる。20分で終わるよ本当に。今日なんか応援グッズ持って持ってないから持っていけないかも。どうしたらいいかな、どうしたらいいかな。私ね、2期のみんなでやりたいね。あと100日って、ちなみに靴下屋さんです気になる靴下があったらぜひどうぞ。お出かけ、うん、うん、あ、このあと19時から PR 舞台さんの実況配信を ST48 公式ショールームからするので、ぜひ皆さん見てみてください。スジータさん食べてありがとう。あ、旅靴下気になりますよね。旅、旅です。ちょっとこれちぎりたいけどちぎれないタイプだ。旅です。スイッチも充電してる。私スイッチをこの5日間で毎日してる。動物の森、おいでよ動物の森、この5日間で毎日してる旅靴下履きやすい。赤、運気アップする。今日履こうかな、うん、黄色、まあ、黄色ですね。黄色も買った、可愛いし何にでも合わせやすいし。タビのサンダルを買ってからちょっとタビが好きになったので。あとこれはなんかレジの横一緒に置いてあって、なんか生地が可愛いのとサンダル倒したら可愛いし色がいいのでこうします。6月4日から9月12日までが100日、ユミラ、うわー、ユミラで行こう。あ、そうだね、いいね、その考え。ユミラーで行こうかな。これも可愛くない？なんかこんな感じでちょっとラインが入って、イソギンチャクみたいな、ここがグニョグニョしてるのもなんか車庫外の飛び出し口みたいな感じで、すごい。そのレジ横ってね、つい買ってしまうんよね。すごい、確かに牡蠣みたい。これかわいい、なんか色味がかわいい。あと私あんまり紫持ってないけど、紫って一番なんか合わせやすくていい色。なんかね、紫にハマってた頃あったな。いつだっけ、紫が好きで紫の服が着たい、着たくてたまらないみたいなあったけど、どうしよう。靴下は使用済みじゃないと意味ないよ。これは何でしょう。編み靴下です。雲すぎ、すごい雲。
雲です。すごい、これがサンダルと合わせたら可愛いのを、なんか店員さんがサンダルと合わせてて、そう、それで買いました。すごいおしゃれで可愛い、すごくいいな。夏ですね、なんか夏の靴下が好き。私は冬の靴下も好きだけど。以上が私の本日の購入品。そしていろいろとね巡って、さっきまであつ森してました。毎朝起きたらあつ森でかぼちゃ生えてるかなって確認してます。あ、音が、え、こんなところに金のなる木あったんだ。かぼちゃ、かぼちゃを植えてます。環境が最高になるように今は頑張ってます。え、私、聞いてください聞いてください、あもびさん食べてありがとう。あのね、聞いてください聞いてください、なんて言おうとしたか忘れちゃった。そう、集まれ動物の森をした時、する時に、なんか島クリエイターがもらえるまで、島クリエイターっていうのはもうこの集まれ動物の動物の森の醍醐味と言っても過言ではないもので、それをその島クリエイターがもらえるまでは進めておくのがまだ初心者の心得なんですよ。だけど私はその島クリエイターの前の前ぐらい、島クリエイターがもらえる前の前ぐらいの前ぐらいの段階、まだ初期ぐらいの段階でもう集まれ動物の森を放棄してしまって、そのもう放置してしまって、それからはもう私は1年以上使ってなくって、そうだから最近やっとキャンプ場を建てました。はいはい、そうで、今は環境が最高にならないと島クリエイターっていうのがもらえなくって、で環境が最高になるためにはまずその島に、例えば住民の人たちを引っ越してきたりさせたり、家具を置いたり、住民を増やしてって言われた。そう、家具を置いたりして環境を最高にさせないとダメなんです。で、環境が、星が5段階あるんですけど、私はまだその1なんですよ。1段階、まだたったの段階1で、ちょっと頑張らなきゃなって、そう今セーブしました。頑張らないとなって思っています。10人増やさんといけんけど、あと2人来たらもう最高、10人が増える最高潮まで達する。今日はキャンプ場にいなかった。あ、うん、あと3人だった。今日3人、今日1人ね、なんか島に行けるんですよ。離島みたいな、離島になんか飛行機に乗って行けるんですよ。でそこになんかその動物がいるんで、その人に来ませんかって聞いと
いいらしい。あ、なんかぐちゃぐちゃに見えない？嵐が襲ったみたいな。嵐が襲いましたかみたいな。可愛く、そうなんですよ皆さん、可愛くしよう。もうちょっと前かな。足先を揃えるといいのかな。 OK、 こうだね。足並み揃いましたね。これでもうみんなスタート、いいスタートが切れます。ともちんさん食べてありがとう。そう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 、そう動物勧誘、そう動物勧誘ができて、そうで、それで昨日は、昨日の昨日、なんか黒い鳥をキャンプ場、その黒い鳥がキャンプ場を建てたところのキャンプ場に来たから、それを、え、これとこれ交互に吐く、それをその子を勧誘して今村に来させたところで、あと今4つなんかお家の空き地を建てたんですよ。だからあと4人来れるんですよ。4人はその私の島に来れて、でそれでその1人を今あの離島に行って呼んできました。ともちんさん可愛い、ありがとう。そう呼んできたので、でもそのうち来ると思います。え、すごい、あーあーあーな、え、ちょっとすごいな、これはこれはすごいすごいな。Thank you. Thank you so much. Mirabel? すごい。私これ歌わないとダメかな。Thank you. これ Thank you. Love from JKT48. Oh, thank you. ありがとう。何が起きたこれ。What's happening? Love ST48.え、ありがとう、願い事言い放題、え、ツアーが成功しますように。それと9月12日の2期研究生の昇格イベントが成功しますように。どうかな。あ、すごい、ありがとう、すごいすごいすごい、マジ？そんなお高いの？ Sorry, I can't speak Japanese language. But love from Indonesia. Oh, thank you! Thank you so much. 英語で？ When someone gave me mirables, I do お祈り。何これ、 Hope、 願う、 Wish、 I wish something。 My wish is the summer tour will success and the event of shokaku event of shokaku on September 12th will be succeeded well success so I hopeSTU48 successful. Thank you. ありがとう。ありがとう。すごい。Love from JKT48. ありがとう。私も JKT48 love です。Yeah, yeah, yeah. Thank you so much for your wish. ありがとう。
ありがとう。すごい。そんなロマンティック病いっぱいいっぱいじゃない。あらら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 。あららららららら。お城が建っちゃった。お城が建っちゃった。あら。すごいすごい。ちょっとどうしたらいいんだろう。ありがとう。お城が建っちゃった。これ星投げですみたいなくらいの勢いでお城が建っちゃった。ありがとう。ハートありがとう。ありがとう。キャソーもありがとう。Thank you キャソー。ありがとう。すごいね。すごいね。止まらないねこれは。急な一級建築士はやばいけど、すごいすごい、ちょっと待って、私ちょっとやばいねこれは。ちょっとマジ、これは今日何が起きた、私ありがとう。ちょっと待って、ちょっとなんか笑っちゃってごめん、なんか状況に整理できてなくて。Love you Japanese people。ジャパニーズファン of here に love でありがとう。すごい、ありがとう。タワーも4つとこんなに私送られて大丈夫ですか、私がこんなにもらって大丈夫ですか。ありがとう、これはすごい嬉しいこと。どう、これは Thank you を伝えたらいいんですか。すごい今日あれどうしたかな。ありがとう。熊のアイスの Frozen Ice なんだっけ、 Shaved Ice Thank you、 ありがとう。熊さんアイス、これ普通のアイスか、パフェかな、ありがとう。そして普通のタワーも4本もありがとうございます。すごいやばい、アメイジングだよこれは。ちょっとすごいびっくり、 I am surprised、 ありがとう。すごい、来てもらえたら、確かにね、お話し会でもね、ぜひ直接お礼を言いたいぐらい。Love you Japanese people って、ありがとう。ありがとう。14匹のクマちゃんをもらったの？14匹のクマちゃん、私今しばらく英語で I received、 あら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 、すごい、本当ですか、ありがとう。こんなに私もらって大丈夫ですか。 Thank you です、ありがとう。 24? ありがとう。やばいね、しかも永遠にミラーボール回ってるからね今。すごい、ちょっとびっくり、 I am surprised。ちょっとすごい、お祭りが始まってる、ありがとう。すごい、 Love from JKT48 さん、なんて呼んだらいいんだろう、 JKT48 さん、ありがとう、ありがとう。すごい、お礼を書きますね、ちょっとお礼を書かせてもらいますね。おう、ちょっとびっくりです、びっくりしています。すごいありがとうございます、嬉しいです。どうお礼をしたらいいんでしょう、私は。ちょっとありがとう。すごい、何かサービスしないとだね。何か、Do you want me to do something? Like,
singing a song, give you a message. Do you want a pair of socks? The red one. Thank you. Or do you want ton 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 paki ton?タン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 パキタンキタンアリマゴサラガアマサラマヒラマフリタンタンタンナガナガ私はあなたに健康を望んでいます。ありがとう。 I JKT48 メンバーと友達になりましょう。ぜひお願いします。I hope your health, happiness. ありがとう。 Healthy. You health. I hope. Thank you. Love you from JKT48 さん。すごいですね。私ほんと健康、これは私ほんとに健康的な生活しないとだよね。毎日野菜食べてって。確かに Someday I hope we can speak person to person。ありがとうございます。ほんと夜更かしダメだね。そういうことかな。この5日間早寝早起き生活をしてるから、3問の得が3515で15個以上、15問ぐらいは来るのよ。だからかな、早く日本に行けるといいのですが、コロナだから。ああ確かに、明日から7時配信でも始めちゃうって。確かに、もうそうだね。 STU をこれからもよろしくお願いします。ありがとう。すごいね、3問の得が5日分来たのかな私今。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。Would you like to tell Rico your nickname?
バブさん My nickname? ああ、ラブさん Is he ラブさん She ラブさんラブさんラブさんって言うの？ラブさんっていうのめっちゃ可愛いじゃん。ラブさんっていうの？ラブさんっていうんだね。Your nickname is ラブさん。I am man. Okay, ラブさん。プレミアムくじ抽選会アフタートークメンバー選びで工藤さんにハマりました。ありがとう。友達なの？ありがとう。ラブさん。ラブさん、Thank you for your tower. Many, many tower. Many towers. ありがとう。I hope your good health. And let's be healthy together. ありがとう。ST48 and me.Love you! Mama! And let's talk at online talk event! I wanna say thank you! Thank you! ありがとう! Love さん! You love games! You love games? Me too! Me too!やばいね、ちょっと映りかけた。Me too. Games. はね。GTA? グタ? GTA? Love game. And me? Thank you. Love さん。Thank you, love さん。すごい。ジャカルタ語?インドネシア語なんか俺言うかな Ground Theft Old ラブさんありがとうラブさん名前かわいい GTA すごいラブさんって言うんだねラブさんすごいラブさんイケメンだありがとうフェスティバルすごいかわいいじゃあちょっとセルフィーしよう撮れたかなテレマカシーってどういう意味ああ、自由なゲームなんだ。すごい。ハートが射止められちゃうかもね。そうだね。ありがとうございます。テレマカシー合ってる?テレマカシー。テレマカシー。合ってるかな?テレマカシー。テレマカシそうだねぜひぜひ I'm waiting for you in next showroom サマ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 はーいかわいいってThank you. ありがとう。さまさま。すごい、さまさまってかわいいね。ごめんなさい。ちょっとまた、ちょっとぐちゃってなっちゃいました。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。配信者さんなんだね。Please change heart color pink.
あ、Let's follow my showroom。 サマ様はどういたしましてなんだ。あ、そうなんだ、サマ様ってサマ様、テレマカシー、かわいいね、テレマカシーってと、サマ様ちょっとかわいすぎるから、すごい、ありがとうございます。一曲歌いますか一曲歌っちゃいますか、一曲歌いましょうか。でもね、私もしここであのリクエストの曲を聴いたところでもし歌えなかったら本当に申し訳ないよねって感じかもしれない。ロマンティックシックネスいっちゃう、ちょっとありがとうの気持ちを込めて、本当リクエスト、これ本当にありがとうの気持ちを伝えたいよね。いいね、 STU の歌聞かせてあげよう、全部英語で歌える、あの曲、あの曲はね2番が微妙だよ。サマ様、思った、ごめんね、サマ。 See you on AKB48 Festival。 そんなのあるの、ありがとうって伝えたくてって感じ。じゃあクラミ、じゃあ、じゃあ STU の曲歌いましょうね。あ、 AKB フェスティバル、AKB フェスティバルか、 OK、 みほちゃん、
ティバル JKT フェスティバルを歌わさせていただきました。すごいラブさんのこのアバターも、ラブさんのアバターも STU48 になってるからすごい嬉しいです。ありがとうラブさん、嬉しい、ありがとう Thank you って、さま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 、ありがとうラブさん、ラブさんミラーボールのあのタワーもありがとう、ミラーボールタワーありがとう、トリダーさんも音波ありがとう、うん、ありがとう、ありがとうございます、まんま、ありがとう。あとはどうしたらいいだろうねどう喜んでもらえたかな、トン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 パキトンキートンアリマンゴサラガアマサラマヒラマフリタンタンタンナガナガ、ありがとう、おーと早くお会いしたいです、お待ちしています、ありがとう、リコチです、 My nickname is リコチ、ラブさん Thank you ラブさん、サルターン、サルターンってどういう意味、サウターン、サウターン、 We are the orang in the にウクウク、あ、ちょっと皆様もしジャカルタ語が分かる方はぜひ教えてください、 We are the orang in the にワクワク、じゃあオンラインお話し会でぜひお会いしましょう、一回はお話ししてみましょうありがとうございます、でも本当ここまでしてもらえたら私が逆にラブさんの お話し会に行きますってぐらいだよ。 How old are you? って聞かれたの、 I'm 19 years old、 19、I am from Japan. そう、私がラブさんのお話し会に行くぐらいのお礼したい、私がお礼しに行きたいぐらい、ありがとう、すごい本当に、 You are 18 years old? One year younger than me?すごいね、アメイジングだよそれは、わおわお、マジですごい、それはそれはびっくり、あ、今年18になる This year So youreSeventeen now. すごいね。これはすごい friend だね。We are friend. ありがとう。すごい、あ、え、え、王子様？ちょっと待って待って。王子様なの？ジャカルタの王子様？もし私がジャカルタの王子様と出会ってるってことになったらやばくないか？やばくないか？You are a prince of ジャカルタ。おお。本当の？王子様なの？本物？それはサプライズですね。
わーお、ね、じゃあみんな私はもうジャカルタに行くねってみんなに急にクドリカからお知らせみたいな感じジャカルタに行くことになりました。私はまだ高校生です。はあ、スティール高校生すごい、ほんとおとぎ話I am older than you. Wow. Red family? 本当？じゃあ、Let's join us. Ricochi family. We are welcome. Welcome. ありがとう。すごいね。すごいね、私。すごい高校生に出会っちゃった、びっくり、ありがとう。初見の皆さんもありがとうすごい、本当の三問の得しちゃったのかもしれない、一期一会だ。ありがとうございます、ありがとう、本当に私早寝早起きしててよかったね。でもこんなこと、時間は大丈夫、ありがとう。5時になったらねもう配信は終わるけど本当に早寝早起きしてよかったし、健康にならなくちゃだね私健康になるね、ありがとう。 You're welcome って、ありがとう、すごいね、ちょっと暑い、すごいねえ、一期一会だ、ありがとうございます、ペコリペコリなんだっけ、テレマカシーだ、テレマカシーね、皆さんありがとう。ここから私はどうやって進んでいくかをちょっとのんびり言っていいのかちょっと分かんなくなっちゃった、どうしましょう。ここはテレマカシわー、テレマカシー。唇を全部口の中に入れれる？この質問結構、そうだね、うん、ありがとうございます。かぼちゃの話、かぼちゃは私植えてます、ゲームの世界で。毎日かぼちゃを植えて、間違えた、植えてはない、かぼちゃに水をあげてます。ここですか？祭り会場はって。はい、ここです。オーディションの時さ、私にさ、足の裏見せてって言ってきた人っている？この中に。急に。そうだね。ラブさんの気持ちを受けて私は健康になって STU48 のセンターになれるように頑張りますね。双子パパさん、レインボースターありがとう。なんかこの中にいない？なんか飛行機の中でこの中にお医者様はいらっしゃいますかみたいな質問じゃん。青虫よびくさ青虫だ、
毎回メンバーに話した後やってくれる？気づいたら青虫からお姫様になってた。さっきまで青虫さんだったのに。青虫だよ。ありがとうございます皆さん。急な私の配信を見てくれてありがとう。急なゲリラな配信、私のゲリラ配信を見てくれてありがとうございました。私は次に旅立ちます。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。 In the sky 悲しみのない自由な空へ翼はためかせてん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 行きたい。すごい、ありがとう。奥歯すごい。デンティスト。悲しみのない自由な空へ翼をためけせん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 。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。 Fly away。悲しみない自由の空へ翼をはためかせ。ピュー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 。この青空に翼を広げ飛んで行きたいよ。 Fly away。 Do you know After Rain Song? 雨の後の歌？わかんない。アフターレインソングって何？アフターレイン？No, I didn't know that. これね。じゃあちょっと。Let's for your freckless kiss. Okay, じゃあ after rain はちょっと I will practice freckless kiss. Kiss. Freckless kiss. Freckless.何歌これは。 After Rain はいい曲。じゃあ聴いてみよう。
favorite song. I will practice. 教えてくれてありがとう。Thank you for telling me. そばかすのキス。そばかすのキスは I know just a little bit. そばかす Freckless Kiss。For telling me and thank you for Mirable. ありがとう。Mirable ありがとう。いい曲、そばかすのキス、Freckless Kiss。夏のキスはずっと残るの歌。この歌ちょっとね一回聞いたことあった。ありがとう。双子パパさん、音符ありがとう。I will practice and some.Someday I will sing maybe one week later. いい歌です。STU の歌を歌っちゃおうと。この歌を知ってるかな？Oh, okay.
ありがとう。 Thank you for listening. ありがとうございます、聞いてくださって。トリガーさん本当ありがとう、ご清聴ありがとうございました。すごいすごい STU の歌を Great song ってありがとう。 Thank you ね。いっちゃん音波ありがとう。じゃあみんなが聴きたい曲は何、何の曲が、うわうわごめんね。ストシンさん音波ありがとう。何の曲がいいかな。夏のキスは知らない、もうメイクしてないんだけど私。ベイビーベイビー、やばいわかんない。19時からでもハイテンションがなんか一個前のみたいな書いてたよね。19時から OK。 じゃあハイテンションはどうかな、知ってるのかな。そりゃ知ってるよね。テンショ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 ン、テンションマックス、ヒータッパ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 、ヒータップしてゆこう。どうでしたか皆さん。すごいハイテンション。ちょっと私ちょっとまだちょっとセーブしてるんですよ夜まで。私夜からちょっとハイテンションになるので、そう、あミラーボール持っていっちゃおうかな。ありがとう。ペダルと車輪ときた道といいよ。トリダーさん音波ありがとう。じゃあラスト曲だ、これが。これを歌ったら私はもう配信を終えようかな。いい曲だよねペダル。一体誰の走り続けてるのか、その気持ちを持って立ち止まりなくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。もしそんな時には風を味方にして、you
ラブになって Thank you でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、これで私の配信は以上となります。皆さん、私のあの夕方の昼の配信を見てくれてありがとうございました。夜の配信はこのルームからじゃないんですけど、 ST48 の公式のショールームからココアさんと PR 舞台さんの実況配信をするので、皆さんきっとすごい楽しい配信なのでぜひ来てください。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ私は行ってきます。ありがとうございました。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。